ーっとしちゃって。ねえ、今年の夏はさ、つまんなかった？ま、出会いも別れもなくて、ただ暑かっただけだもんね、今年の夏は。よし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 、さ、できた。とこちゃん、けいすけさん、結婚しようか。え、結婚しない？なんてね。したの？ん？ここのとこなんだかぼーっと考え事してるみたいだよ。そうかな。あ、あの子かわいい。大丈夫大丈夫。あ、危いね。本当か。ああ、それはいいけど、どうかしたのか？それでお前にちょっと頼みがあるんだ。不動産屋？うん、知らなくもないけど。どうして？湘南離れようかと思ってんだ。誰かが待ってたから。ライオン、三菱自動車、ノエビア、伊崎グリコ、大正製薬 AGF の提供でお送りします。友達でいた方がいい、私たち。
そうだな。俺もそう思ってた。優しさがなくなっちゃってるよ。そういうの忘れちゃってるよ、お互いに。喧嘩すんなら友達として喧嘩した方が楽しいしな。わかった。別れてから嫌いになれた？ハルフミさんのこと。そうなれたら楽だったんだろうけどね。圭介さんもそうなのかな。嫌いにはなれないのかな。一度好きになった人のこと。うん。今梶君家来てんの。また今度ゆっくり顔出すからね。それじゃあ元気でね。はい。帰ってやれんじゃねえか、おふくろさんとこ。いいんだよ、カミラ見合いの話しかしないんだから。迷惑なんだよな、いきなり捨て子されたよ。飯作らせて何が迷惑だよ。お前がいるんじゃ女呼べないだろ。呼びはいいじゃねえか。友情だろ。中年の独身男を刺激した会社だと思ってな。お前だって中年の独身男じゃねえか。お前とは独身でいる理由が違うんだよ。俺が売れ残ってる男に見えるか。なんだチャーハンかよ。嫌なら食べなさんな。嫌だけど食うよ。あ、お前も食っていいぞ。材料俺んちのなんだけどよ。あれ、スプーンは。はい。しかしまあ、なんでお前みたいな男がモテるかね。お前さ、モテたいんだったらホモにでもなればモテるかもしんねえぞ、脂っこいから。ホモね。そうね、私ホモならいけるかもしれないわよ。気持ち悪いんだよ。何が気持ち悪いんだよ。今日から私のことケイコって呼んでつまっちゃったわよ。ありがとう。小指立てんなよ。だよ。それじゃあまた来ます。また持ち帰りますね。
それ。うん、何してんだろ、ゆかこさん。バイトだろ。だって結婚したのにか。パートだろ。相手の男の人金持ちだったのにか。別れたんだろ。真面目に答えろ。声かけりゃいいじゃねえか。どっちの子がいいんだ。ゆか子さんの話してんだろ。うん、なんてかけりゃいいんだよ。うわ、驚いた。すんごい偶然。これは運命かもしれませんね。とか。そんなこと言えるか。どうせ声かけるくせに。あれ、誰でもいいのかお前。いいよ、帰ろう。さっきから帰ろう帰ろうとついてきてるじゃねえか。けどな、お前でかい顔出すな。通体のでかいお前の方が目立つだろうな。お前は見た目が怪しいんだよ。今さら俺が彼女と会ったところでどうにもならないよ。当たり前だろ、どうにかなるもんか。お前面白がってやってんだろ。当たり。帰ろうよ。し、あと俺に任しとけ。ああ、お前に任せたらどうなるか分かんねえだろ。だったら素直に来いよ。結局来るんだから。好きじゃないんだよこういう探偵みたいなのがね。けど彼女のことは好きなんだろ。よくないよこういう真似は。いないじゃねえか。え、あれ、え、勤務時間5時までのパートだな。探偵みたいなのどっちだよ。おいおい、バタバタしてんだよ。おどおどすんな。キョロキョロもすんなよ。てんだよ。俺までホモだと思われるんだろ。やっぱいないな。聞いてみるか。あ、すいません。はい、いらっしゃいませ。何か。あ、あのコンビーフあります。あ、はい、少々お待ちください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、カズヒコ。お待たせしました。こちらでよろしいですか。あ、すいません。ちゃうの？そう、いないの。こっちが一人だっていうのに。あいつは寂しくないのかな。寂しいに決まってるじゃない。寂しいわよね。寂しいわよ。
きなのかな。どの物件もいまいちって感じだな。まあゆっくり探せばいいさ。でもどうしてだよ。何？なんで急に湘南離れ気になったんだ。そうじゃないんだ。こっちへ戻ってこようかと思って。東京に？うん。もしかして結婚するとか。まさか。そう、湘南出ちゃうんだ。うん。どうして？うん、いつ？近々。そう。会話するちょっとおかずがあって、私ってそそっかしいから。幸せですか？ええ。ごちそうさま。あ、そんなや。圭介さんの入れたコーヒーの方が美味しかったけど。あの本当は家まで送ってきたいんだけど、和彦のやつ腹すかし待ってるから、ごめんね。うん、ここでいいの。和彦さんによろしくね。あ、言っとく。会えて嬉しかった。俺のこそ。それじゃあ。じゃあ。圭介さん元気？美香さんも。あったのか。うん。で、彼女はやっぱり離婚したか。聞けなかった。どうして？一人暮らしなの知ってて、そんなこと聞けるか。向こうはそんなこと知ってるって知らねえんだから聞いたっていいじゃねえか。お前ほんとデリカシーないな。どうしてそんなんで女にモテるのか不思議だよ。今さら会ったってどうにもならないって言ってたくせに、会いに行くお前も不思議だけどな。
おっす。ごめん。元気？うん、なんとか。そう。うん。じゃあ。頑張れよ。姉ちゃん。ケンスケさん。どうしたの？ごめんね、泣いちゃって。ケンスケさんの顔見たらほっとしちゃって急に涙が出てきちゃってさ、うん、でもね、もう大丈夫。泣いたらすっきりしちゃった。りえちゃん、変って？何が変なの？ケンスケさんもトッコさんもなんとなく変じゃない？そんなことないけど、うん、東京で何かあった？え？何かあったの？別に。トッコさんは？え？ケンスケさんがいない間に何かあった？何かあったの？別に。そうかな、なんかいつもと感じが違うのよね。はあ、私が高一のことで普通じゃないからかな。そうだよ。やっぱり普通じゃない。ああ。ああ、こんにちは。いらっしゃい。ご無沙汰してます。どうも。圭介さんがお店を閉めちゃう前に一度来ようと思って、そう思ったらすぐ来たくなっちゃったんで。ちょっとケンスケさん、お店閉めるって何？何？だからごめんって、悪かったって。なんであの人が知ってて、お店で働いてるトッコちゃんが知らないの？もちろんちゃんと話そうと思ってたよ。持っていたけどさ。持っていたけど何よ。言いそびれたってさ、ちゃんと決まってからの方がいいかなと思ったし。ねえ、東京に何しに行ってたの？あの人に会いに行ってたの？全くの運命なんだって。運命？偶然、偶然あったの。東京で何かあったんじゃないの？何もないの。何もないのにわざわざ会いに来ないでしょ。何もないから会いに来たんじゃない。どこの日本の。ねえ、それだけは変よ。ちょっと熱いの。なんかさ、彼女もいろいろ大変みたいなのよ。だからね、彼女がどう大変なのかよく私には分かんないけど、そんなのあなたに関係ないでしょ。それ関係ないよ。ないけどさ、俺のとこ来てくれたってことは。圭介、それがいいの。お友達にしなさいよ。本当に。はい。すいません、お待たせしちゃって。お待ちました。大丈夫です。どれ着ようかなと。行きましょうか。覚えててくれたんだ。ん？
おでん屋さん。健介さん最初はフランス料理に連れてってくれた。こういう気取ったお店じゃなくて。でもいいじゃない。すいません、出ます。ごめんね。圭介さん、ん、私実はね、卵を食べますか。卵を刺す。ゆっくりしていけるんでしょ。え、よかった。あ、すいません。ありがとう。こんなの買おうとしてたなんて。何か釣れました？俺が全然餌つけてないから。楽しかった、2年前の夏。圭介さんも？そりゃでも私最後は圭介さんのこと。好きなんじゃない、圭介さんのこと。まさか。お店で会った時ちょっと感じたんだけど、女の勘ってやつかな。トコちゃんは親友の奥さんだった人だから。そう。うん。トコさん。ん？帰ろう。そうだね。よし、帰るか。はい、手順番してちょうだい。してちょうだい、自分で。はい、じゃあ帰りましょうか。はい、はい、何って、トモコさん。もう若いのに。いやそれじゃあ。今日はありがとう。ねえ。バイバイ。さよなら。ありがとう。帆船前にもらったでしょ、ガラス細工の。ああ、まだ持っててくれてんの。うん。またやりたいな、雑貨屋さん。別れたの。別れたの、あの人と。結婚はしたんだけど、やっぱりうまくいかなくて離婚したの。そうですか。でもなんとなく感じてたでしょ。だから聞くのやめようと思ってくれたんでしょ。ゆか子さん、今幸せなんですよ。ゆか子さん、幸せだって言ったから、だから
俺にできることは何もないって思ったんです。でも幸せでも寂しい時あるから、会いに来てくれて、俺に会いに来てくれて、まだできることがあったのかななんて思って嬉しいです。ありがとう、圭介さん。由加子さんがそっちに？ああ。チャンスだな。ああ？孤独という字はつけ込めと読むんだぞ。で、お前の部屋に泊まってんのか？ホテルにいる。圭介、人がいいのもいい加減にしろよ。いいか？女にとっていい人ってのはどうでもいい人って意味なんだぞ。あんまり言いたくないんですけど、由加子さん何しに来たのかなって。ただ遊びに来たんだったらそれで別にいいし、私がとやかく言うことじゃないんですけど、圭介さんああいう人だから、また由加子さんのことをそのなんていうか勝手にのぼせ上がっちゃって辛い思いをするんじゃないかなって。そうですよね、そう思われても仕方ないですよね。無神経でごめんなさい。いえ、私はただつい寂しくて名前ちゃったけど、でももう大丈夫ですから、圭介さんに会って少し元気が出ました。友情？え？徳子さんが私にそう言いに来てくれたのはただの友情。もちろんですよ。他に何があるんですか？羨ましい。そんなに心配してくれたりしたりできる友達がいて。様でしたら今朝早くにチェックアウトされましたが。え？お母ちゃん。どうしてそんなこと言ったの？だって。東京行くの？由加子さんに会いに行くの？謝ってくるよ。どうして？あの人が一度圭介さんのことを。分かってるよ。だったら行くことないじゃない。由加子さんはちょっと寂しかっただけなのよ。寂しいからってまた圭介さんのところに。そんな人のことなんてほっとけばいいじゃない。とっこちゃんにもあるだろう。寂しい時あるだろう。ある
ちろんあるわよ。ここまでの放送は、ライオン、三菱自動車、ノエビア、江崎グリコ、大正製薬、AGF の提供でお送りしました。わざわざ来てくれなくてもよかったのに。でも徳子さんの言う通りだから。分かってたの、圭介さんに甘えちゃいけないって。できれば今の生活見られたくなかったな、圭介さんには。だって久しぶりに会ったんだもん。幸せになっていたいじゃない。そうじゃなきゃ。そんなのつまらない目ですよ。でもそんなに強くないから。理屈では分かってても私そんなに強くないから。戻らなきゃ。ゆか子さん。何？俺湘南から逃げようと思ってたんです。え？海を見てるのが辛くなっちゃったんです。いろんな思い出があって、それがどんどん増えて抱えきれなくなっちゃったんです。思い出がいっぱいある海のそばで波の音を聞いてるのが辛くなっちゃったんです。でも由香子さんが来てくれて、見るのが辛くなってた海がまた違って輝いてみました。圭介さん。俺何言ってんだか。すみません仕事中に。それじゃ。圭介さん。聞いていい？はい。圭介さん、今まで何人の人好きになった？え？抱えきれなくなっちゃうくらいの思い出ってどれくらい？いや、それはだから数えきれないくらい。それだけじゃ。みんな真剣な恋愛だった。まあこの人のためなら死ねるって思うくらい愛した。多分いいわね。私はそこまでの恋愛してないんだろうな。すれ違ってる心と心が愛してる。不思議だね。え？圭介さんの隣なら黙ったままでいられる。喋らなくてもいい気がする。徳子さんやりゅうちゃんも羨ましいわ。圭介さんのそばにいられて。そんな。ありがとう。え？来てくれて。いや。もう大丈夫。誰もいなくて一人ぼっちで寂しくて潰れちゃいそうだったけど、私のこと心配して来てくれたから本当にすごく嬉しかった。涙が出るほど嬉しかった。Oh!
したの？見てて。そんなに見ないで。前に教えてもらったでしょ、美味しいコーヒーの入れ方。うん、美味しいといいんだけど。飲んでみて。はい、それじゃあいただきます。美味しい。よかった。お店の場所決まった？いや。圭介さんが東京に来るってことはたくさん会えるようになるのかな。本当私東京離れようと思ったんだけど。え？でも圭介さんが東京に来てくれるんだったらここにいようかな。去年の夏の頃さ、いつまでもこの胸に女だっけって考えてんだろう。なんて声出してんだバーカ。本物のホモにでもなったか。今東京にいるんだ。フォロさんのとこか。いや、ゆか子さんのとこ。あ、これからそっち行くから止めてくれ。なんで、なんでって。同じこと何回も言わせんな。止めてもらえ。そんなことできるか。代われ、ゆか子さんに代われ。俺が言ってやる。いいよ。俺んちはダメだ。これから女が飯作りに来る。来たっていいじゃないか。その後だってあるだろうが。見てるよ。何言ってんだお前。いいからいい加減そのいい人捨てろ。部屋に入れてくれたんだろ。それはお前 OK ってことなんだぞ。失礼じゃねえか彼女に。 OK って意味？当たり前だろバカ。鈍感、育児なし、スケベ。寂しいから言ってるんじゃないのよ。気持ちの整理だってもうとっくについてるんだし、私のことなら気にしなくていいの。圭介さんさえよければ。それじゃあお願いします。あ、あのお願いしますって別にあのそういう変な意味じゃなくて。変な意味？あ、だからあのあっちの方のお願いじゃなくて、いやこっちの、いやあの寝るだけの、いや寝るだけで眠るだけのお願いっていうことで。すいません。ゆかこさん先に。いや、圭介さん先に。そんな。歯ブラシとかな。
ないんだ。あ、俺買ってきます。いや、私が買ってきますよ。あ、俺あの好みあるし。好み。俺あの豚毛じゃないとダメだし。あ、じゃあ私が豚毛を。こんばんは。あ、パンツ。父が来てる。したの。寂しいから言ってるんじゃないのよ。気持ちの整理だってもうとっくについてるんだし。ケスケさんにそばにいてほしい。今俺は由加子さんのそばにいない方がいいような気がするんだ。そんな気がするんだ。トコちゃんにもあるだろう。寂しい時が。トコちゃん。トコちゃん。いないの？
探してくれてたんだ。ありがとう。どうした、ゆか子さん。うん。ごめんね。私。もういいよ。でも私、圭介さんのこと好きだから。気がついたら。好きになってた。いつも近くにいてバカなことばっかり言ってたけどいつの間にか好きになってたみたい。圭介さんが東京行ってる間すごく寂しかったの。いつもなら圭介さんが誰かを好きになること応援できたし、そうしてきたけど今度はできなかった。できなかったの。とっこちゃん、圭介さんを取られたくなかったの。寂しいだけなんじゃないかな。どこちゃん、寂しさに臆病になってるだけなんじゃないかな。寂しいからって誰かを好きになったりなんかしないよ。いつもそばにいてくれたからってそんな簡単に好きになったりなんかできないよ。忘れらないよ。どうしても春日のこと忘れらないよ。とこちゃん、ダメなんだよ。ダメなんだよ。ゆか子さん、驚いたでしょ。そんな顔してた。困ったような顔にも見えたかな。謝りに来たの。嘘ついてたことがあるから、圭介さんに。離婚したって言ったけど本当はまだ揺れてるの。
離婚届にハンコをせずにいるの。決心がつかないの。そんな自分が嫌で、少しでもそんなこと忘れたくて圭介さんに会いに来てたの。やっぱり私あの人のこと忘れられない。離婚届にサインできない。あの夜圭介さん言ってくれたでしょ、今はまだ私の近くにいない方がいいんだって。その通りだと思う。なんとなく分かってたんじゃない圭介さん。どうしてですか。女の勘当たるみたいだから。嘘ついててごめんなさい。そんな、私も東京離れようと思って。ひろこさん、さて行こうかな。じゃあね、圭介さん。ひろこさん。何？ありがとう。何が？さよなら。しましょう。どっちが先に本当に幸せになるか。さんが湘南離れようとした気持ち、なんとなく分かるような気がするんだ。そう？なんとなく待っちゃうんだよね、ここにいると。光一がいつか迎えに来てくれるんじゃないかってさ。それでいいじゃないか。え？愛したことを無理に忘れようとしない方がいいよ。ずっと覚えてて好きなままでいればいいんだよ。嫌いなんかなれっこないんだから。うん。たくさん恋をした女は綺麗になるっつだろ。こいつのことを綺麗になって見返してやれよ。綺麗になるのは女だけか。ね？ああ。だ。そういうことか。そういうこと。ケースケー。おい、ああ契約してきたぞ。ああ、お前が来ると空気が乱れるんだよ。帰れ。何？いないの。ねえ、帰ってったのか、ゆか子さん。うん。バカ、同時スケベ。言ってろ。嘘ついてること分かってどうして何もしないかね。デリカシーがないお前には分かんないんだよ。それで貧乏くじ聞いたらせやねえだろ。俺はそういうやつなんだ。何開き直ってんだよ。で、トコちゃんはどうすんだ。どうもしないよ。茶を飲み、飯食いしょ。
待たせ。ここ最後のコーヒー。そんな悲しいこと言わないでよ。バカ。危ない。圭介さん。よう、生命。本当ですか。湘南で出てっちゃうって。字読めるんだろ。どうしてですか。寂しいじゃないですか。ここにはいろいろ思い出があったわけだし。お前がそういうセンチなこと言うかね。いつですか。見送りに行きますよ。見送りはいらねえんだと。ベストカのところ見られたくないらしいぞ。引き止めに来たんじゃないの。もう追いかけもしない。でも覚えてて、圭介さん、私のこと覚えてて。忘れないで、私のこと忘れないでね。とっこちゃん、私は忘れない。今まで本当にありがとう。圭介さんがいてくれたから、私。じゃあ元気でな。できることさ、無責任。
長い間僕を見守ってくれて本当にありがとう。僕は愛することに少し臆病だったのかもしれない。でもこれからは愛していきます。愛して愛して愛していきます。僕にとって愛することは生きることです。高村圭介。